この時間は中日ドラゴンズ OB で野球評論家の川本由達さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ドラゴンズ最終戦が先週ありました。はい、10月10日火曜日甲子園球場で阪神戦負けました。まあ今シーズン最終戦の先発はジョーダンでしたね。はい。これまあ来シーズンもジョーダンを使うということですか。まあ途中でね、怪我をしてましたからね。まあ最終的に。はい。投げれるかどうかっていうね、はい、調整もあったと思うんですけども。若手に登板機会を与えるのかなと思いきや。まあ、それはありだと思うんですけどもね。はい。まあ、外国人頼るところもね、多少ありますからね。はい、ということで、まあ、この日は負けてしまいましたけれども、最終的には借金20でセリーグ5位。まあ、改めてですが、今年のドラゴンズはいかがでしたでしょうか。まあ、やっぱり先発ピッチャーがこう、うまくこう、ローテーションを組めなかったっていうのがね。はい。やっぱり吉見、大野っていうあたりがね、もう思うようにこう、働いてくれなかったっていうところがね、ちょっと痛かったかなと思いますけども。大野投手も前半戦本当に苦しみましたもんね。はい、そうか、じゃあまずは、なんといっても投手陣先発ローテがしっかりしなかった。ただね、終盤にやっぱり若い投手が出てきて、はい。はい、ちょっとこう、目処が立ったのかなっていう、気がするんで、はい、その辺は来年本当期待するところかなと思いますね。わかりました。まあ来週からは各セクションの選手の活躍や課題について解説していただきますので、はい、またよろしくお願いいたします。はい、さあ、そんな寂しいドラゴンズとは裏腹に、先週末から盛り上がっておりますのが、ヨバクライマックスシリーズということで、はい、すっかり忘れております。はい、ということで、セリーグは阪神と DeNA が甲子園で、パリーグは西武と楽天が西武ドームで戦っております。まず、セリーグの方なんですが、ファーストステージ、10月14日土曜日甲子園で阪神と DeNA、2対0で阪神が勝ちました。この日はセリーグ2位の阪神がエースメッセンジャーの好投もあって、まず先勝したということですね。はい、で、翌日日曜日は今度は DeNA が勝つということで、昨日の試合すごい試合でしたね。まずもう雨の中であんなぐちゃぐちゃ泥だらけの甲子園球場でプロ野球選手がなんかやってるっていうの見たことがない。いや、僕も経験したことないですね。あれだけの状況の中で試合をやるっていうのは本当リスクありますよね。はい、本当にまあ、ゴロも止まるし、走るのも難しいし、はい、ピッチャーの方も投げるのもなかなか力がっていうことで、はい、まあ、こまめに変わられたそうなんですけれども、はい、あれ、怪我も危ないですよね。本当そうですよね。もう、踏ん張れない状況ですからね、うんうん、ねもう滑っちゃって、はい、もう、見てて、なんかこう、本当恐る恐る、こう、ボールを追いかけてるようなね。本当そうですよ。まあ、試合の予備日が1日しかないために、はい、で、またあいにくお天気を、予報を見るとずっと雨だもんですから。そうなんですよね。まあ、昨日強行しないといけないという。そうですね。昨日中止にするとね。はい。今日もね、天気も。ですよね。悪いし、今日中止が、はい、決まったんですよね。あ、もう今日は中止が決まってるんですね。はい、ですから、明日しかないとなると、自然的にこう。昨日やっとかなきゃということで。まあ、阪神がね、はい、2位のチームの優勢で、こう、ファイナルへ進出っていうことになりますからね。はいはい、DeNAにとっては、残念な結果になってしまうだけにね。これで、まあ、昨日も結構無理やりに。1-1になりました。はい。まあ、そして明日決着がつくということですね。そうですね。そしてパリーグなんですけれども、パリーグは土曜日の方、まあ、西武が勝ちました。西武が菊池、楽天が則本のエース対決だったんですけれども、はい、則本さんが大炎上。そうでしたね。4回7失点ですか。あまりこう見たことない。ホームランを打たれようっていうかね。浅村に打たれてましたよね。こういうこともあるんですね。確かに、でも、西武の菊池がものすごく良かったですね。はい。球も速かったし、コントロールも良かったし。完封ですね。はい。大差で勝ちました。ところが昨日の試合は今度、楽天が勝つということで、しかもですね、楽天は去年まで西武のエースだった岸が先発して、はい、まあ、古巣に、えいやーと投げたわけですね。いや、もう岸もね、やっぱりこう、古巣相手に、はい、いい投球をしてましたね。ということで、セパ両方とも1勝1敗ということで、まあ、短期決戦というのは見せますね。いやー、結構こう緊張感満載ですよね、はい。負けられないっていうのは。関わっていて欲しかったなとね、常々思います。本当そうですよね。もう久しくなんか見てない気がいたしますけど。なんかね、こう他球団のことを話すのもね。虚しいですよね、はい。いや、もうぜひ来年もと思っております。では、よりどり野球クイズです、はい。今日は名古屋市昭和区のサーブさんからのご出題です。日本のプロ野球の最初の試合が行われたのは、どこの球場でしょうか。
か、これ難しいな。はい。どこ？ん？甲子園。まあその雨でね、すごいという今話の流れで、まあ甲子園が浮かびますけれども、答えはですね、現在の名古屋市緑区にあった、鳴海球場なんです。ああ、鳴海。1936年2月に、巨人と当時の阪神、中日、オリックスの前身球団など7球団で、日本職業野球連盟が設立されました。はい。で、まあ日本のプロ野球、職業としての野球がこれで1936年スタートしたんですけれども、その最初の試合だったのが東京の巨人軍と名古屋金庫軍。で、この名古屋金庫軍っていうのは別にあのドラゴンズの前身ではないんですね。はい、ただ名古屋の金庫軍と巨人軍が最初の試合をやったのがこの鳴海球場ということで、2月9日午後2時25分にプレーボール。結果は10対3で名古屋金庫軍が勝利した。ということです。なるほど。当時の入場料10円です。安っ。ねえ、で、当時として私これびっくりしたんですけれども、はい、1、10、100、1000万ですか、2万2500人の収容人員。すごい。しかも広くってですね、なんと両翼が106メートル、センターが136メートルという特大球場。ちなみに、今の名古屋ドームは、両翼が100メートル、センター122メートルですから、もうそれよりも、まあ、縦横。広いですね。広いという、まあ、客席はね、それほどではありませんけれども、はい、とにかく球場の広さが特大だったということで、で、そんな鳴海球場は、昭和33年に、その役目を終えまして、今はですね、国道1号線沿いの名鉄自動車学校になっています。中潮田交差点の角ということで、はあはあ、通られる方は、ああ、ということでしょうね。確かそこも甲子園が、高校野球が甲子園で始まる前にも鳴海でやってますよね。はい、そうなんです。もっとすごいのはこの球場ですね。はい。その昭和9年に全米選抜チームが試合を行いまして、この中にベーブ・ルースがいたと。すごい、ベーブ・ルース来たんだ。鳴海にね。すごいですね。それをかけちょっと鳥肌ものなわけですね。で、このまあ、現在ね、その名鉄自動車学校になってるわけですけれども、なんとその名鉄自動車学校の敷地内には、今も一塁側、三塁側のスタンドの一部が残されていて、一塁側スタンドの下が教習車の待合所になっているそうです。で、まあ、ですからそのベーブ・ルースも訪れたという。まあ、ですからその、まあ、金庫号と、金庫号じゃない、金庫軍ですね、はい。金庫軍とドラゴンズは前身ではなかったんだけれども、まあ、名古屋という土地からすると、この東海地方というのはすごく野球と。すごいですね。野球が盛んだったんですね。本当ですよね。つながりがあって、ゆかりがあって、だからそんな名古屋にある中日ドラゴンズですから、まあ、ぜひ、頑張ってほしいと。本当そうですよね。結論に至るわけですけれども。はい、なので、この、名古屋金庫軍は、ドラゴンズの前身ではありませんで、ちなみに、ドラゴンズの前身球団の名前は、大日本野球連盟名古屋協会名古屋軍。長いですね。長。これがドラゴンズの前身のチームだ、ということなんですけれどもね。いや、ですからまあこういうゆかりのある鳴海球場もあったという名古屋、ぜひドラゴンズは頑張ってほしいわけです。本当そうです。ということで、皆様もぜひこのよりどり野球クイズ、野球クイズは来週以降も続きますので、ぜひ皆様こういう問題あるよということがありましたら、ぜひお送りください。採用させていただきました方には、川又さん直筆の色紙、サイン色紙。はい。プレゼントがございますので、どしどし皆様ご応募ください。そして、今日の5時台、クラブ緑なんですけれども、本日が、まあ一応シーズン終了ということで、はい、本日が、まあオープン最終日ということになります。なるほど。まあ来週からまた仕掛けをね、変えてお伝えしますけれども、まあクラブ緑最終日ですから、お友達のヨネさんにどうぞよろしくお伝えください。了解しました。では、後ほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。名古屋市中区新栄、ここに月曜日にだけオープンするドラゴンズファンが集まるバーがある。今日もドラゴンズを思うがゆえの愚痴を言いに多くのドラゴンズファンが集う。その名はクラブ緑。あらあら、本日も皆様ようこそ。まずはこれはペンネーム骨休め中さんですね。ようこそ。緑ママ瓶ビール。
森監督がオーナー報告をして秋季キャンプでの猛練習を約束したそうです。故障者が続出しないでしょうか。又吉投手には先発では勝てないと言ってリリーフをさせ、高橋周平選手にセカンドをさせるのは福田選手よりも下だと思い知らせるためだとか、否定的なことを平気で言ってるんです。ヨネちゃんさん、選手の気持ちと球団首脳陣がかけ離れているように感じるんです。大丈夫でしょうか。聞いてみます。確かに、首脳陣が思っているような、働きをしてくれないと、まあ、いろんなことが起きますよね。だから、まあ、周辺にしてみても、どうしてもこう福田と比べてしまうと、はい、今シーズンはやっぱり福田の方が、働きが良かったっていうことですよね。はい、どうしてもやっぱり周辺にとってサードを守らせるのはどうなのかっていう首脳陣の判断もいろいろあると思うんですけども、まあ、そこでね、今あのフェニックスリーグでセカンドをね、練習をしたり、まあいろんなとこをやって、まあ、出れるとこがあったら、まあそれでいいというかね、まあどっかレギュラーを取ってほしいなっていうヨネちゃん的な思いがありますね。はいはい、そのまあいろんな首脳陣の熱いね、思いがあって、可愛いばっかりに期待があるばっかりにという思いももちろんあるんでしょうけれども、はい、そのまあ伝えられ方というか、コメントのされ方としては、選手の耳に入った場合、ちょっと傷ついちゃわないかなと思うんですけれども。確かにあの、新聞とかで、首脳陣のコメントを見るとね、はい、自分のことに対して批判的なことが書かれてると、クソっていう思いはね、あると思いますけどね。例えば直接ね、コメントを顔を見て言われていて、声をかけられていたんだったらまたニュアンスも伝わるでしょうけれども、万が一そういうことがなくって紙面で初めて知ってしまう場合は、結構へこみますわね。ですよね。本当面と向かって言ってよ、みたいな。ですよね。ところありますね。続いてのお客様です。ボルサリーの大橋さんね、ようこそ。吟醸酒をお願いします。緑ママ、今年観客動員数が減った名古屋ドームですが、テレビ中継の視聴率は好調だったようです。ヨネちゃんさん、視聴率がいいのに観客動員数が減っているのは、球団の努力が足りないということではないでしょうか。聞いてみます。確かに、生で見るのと、テレビで見るのとね、感覚的には全然違うと思うんですけども、ファンにとって、まあ、今日も負けるから、テレビでも見とこうかとかね。まあ、結局そうかしらね。いや、でもね、やっぱりこう、選手たちはね、やっぱりグラウンドに、球場に来てもらって、声援してもらえることがね、一番の張り合いというか、やりがいを感じるんでね。はい。ぜひね、やっぱりグラウンドに来てほしいなとは思いますよね。いや、今ヨナちゃんさんがおっしゃった通りね、まあ、もし強ければもちろん現地にも行きたいし、テレビの視聴率も上がるって、はい、これ両方だろうけれども、弱い場合は、まあ、チェックどうせするんだったらテレビでいいかっていうことになっちゃいますもんね。ね、正解ってのは見ちゃおうか、そう、まあ、負けてると消しちゃおうかっていう、ね、とにかくだから強ならないかんというわけです。続いてのお客様です。あらあら、これはお年度お姉さんね、ようこそ。みかんのお酒お願いします。これはみかんのお酒ですよ。緑ママ、某ドラゴンズ応援番組でね、森監督が今年のルーキーを5段階で評価していました。柳投手は1、京田選手が4と結構厳しかったわけ。監督としては一応ルーキーの森監督、ヨネちゃんさんの5段階評価ではどうなりますか。聞いてみます。ああ、これおっしゃっていただけるのかしら。これはヨネちゃん的にもやっぱりね、1か2でしょう。お、厳しい。森監督、監督、あら厳しい。いや、やっぱりね、昨年までヘッドをされていた方が今シーズンから監督されて、はい、やっぱ立て直しっていうかね、やっぱこう強いドラゴンにしてくれるっていうところでは、ちょっとこう裏切ったのかなっていう気がしますけどもね、なんかトークの皆様からも拍手が聞こえてくるような気がいたしますけど、
まあ、これどうなんでしょう、まあ、森監督もいろいろな思いが終わりでしょうけれども、ね、まあ、監督自身もやっぱ今シーズンの反省するべきところはたくさんあると思うんでね、選手だけではなくね、はい、なるほどね。続いてのお客様です。あらあら、これはドンチンカンチン木村ちゃんさんね、ようこそ。緑ママ、ノンアルコールビールお願いします。そういえば今日はここのところ全部女性のお客様です。嬉しいわ。緑ママ、長嶋さんの安打記録を意識しながら最後の2試合ノーヒットに終わった京田選手、プレッシャーもあってかなり疲れていると思います。その上、稲葉ジャパンに選ばれてまだ試合があるなんて、ヨネちゃんさん、来年に影響出ないかしら。聞いてみます。どうでしょう。いや、でもね、はい、京田にとって、まあ、長嶋さんの記録を塗り替えることはできなかったんですけども、まあ、それに近い数字に迫ったっていう意味では、はい、よく頑張ったと思うし、そうね、ただやっぱりこう、これから秋季練習オフと迎える中でまだ試合をやれるっていう、こうゲーム感覚をつかめられるっていうのはものすごくいいと思うんですよね。まあ、疲れも当然あるでしょうけどプラスにということですね。まあ、当然この12月とか、まあ、休めるとは思うのでね、はいはい、これ稲葉さんの初めての采配ということですね、はい、11月16日から東京ドームで行われるエネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017、はい、まあ、日本と韓国と台湾が出るわけですけれども、その中でドラゴンズは今お名前が挙がった京田さんの他にオーバーエイジとしてオーバーエイジ枠ということで又吉さんも選ばれたわけです。そうですよね。まあ、お二人には頑張ってほしいわね。まあ、その中でね、やっぱり西武の源田も選ばれてるんで、はい、やっぱその源田を抑えて京田にね出てもらいたいっていう思いは本当よね、米ちゃんもありますね。そうか、じゃあ疲れるだろうけど頑張ってということで、あ、もう今日はこんなお時間、来週も皆様のお越しを、あ、来シーズンね、お待ちしております。頼るところもね多少ありますからね、はい、ということで、まあ、この日は負けてしまいましたけれども、最終的には借金20でセリーグ5位。まあ、改めてですが、今年のドラゴンズはいかがでしたでしょうか。まあ、やっぱり先発ピッチャーがこう、うまくこう、ローテーションを組めなかったっていうのがね、はい、やっぱり吉見、大野っていうあたりがね、もう思うようにこう、働いてくれなかったっていうところがね、ちょっと痛かったかなと思いますけども。大野投手も前半戦本当に苦しみましたもんね。はい、そうか、じゃあまずは、なんといっても投手陣先発ローテがしっかりしなかった。ただね、終盤にやっぱり若い投手が出てきて、はいはい、ちょっとこう、目処が立ったのかなっていう気がするんで、はい、その辺は来年本当期待するところかなと。思いますね。わかりました。まあ、来週からは各セクションの選手の活躍や課題について解説していただきますので、はい、またよろしくお願いいたします、はい。さあ、そんな寂しいドラゴンズとは裏腹に、先週末から盛り上がっておりますのが、世はクライマックスシリーズということです。はい、すっかり忘れております。はい、ということで、セリーグは阪神と DeNA が甲子園で、パリーグは西武と楽天が西武ドームで戦っております。まず、セリーグの方なんですが、ファーストステージ、10月14日土曜日甲子園で阪神と DeNA、2対0で阪神が勝ちました。この日はセリーグ2位の阪神がエースメッセンジャーの好投もあってます。先勝したということですね。はい、で、翌日日曜日は今度は DeNA が勝つということで、昨日の試合すごい試合でしたね。まずもう雨の中であんなぐちゃぐちゃ泥だらけの甲子園球場でプロ野球選手がなんかやってるっていうの見たことがない。いや、僕も経験したことないですね。あれだけの状況の中で試合をやるっていうのは本当リスクありますよね、はい、本当にまあ、ゴロも止まるし、走るのも難しいし、はい、ピッチャーの方も投げるのもなかなか力がっていうことで、はい、まあ、こまめに変わられたそうなんですけれども、はい、あれ、怪我も危ないですよね。本当そうですよね。もう、踏ん張れない状況ですからね、うんうん、ねもう滑っちゃって、はい、もう、見てて、なんかこう、本当恐る恐るこう、ボールを追いかけてるようなね。本当そうですよ。まあ、試合の予備日が1日しかないために、はい、で、またあいにくお天気を予報を見るとずっと雨だもんですから。そうなんですよね。昨日強行しないといけないという。そうですね。昨日中止にするとね。はい。今日もね、天気も。ですよね。悪いし、今日中止が、はい、決まったんですよね。あ、もう今日は中止が決まってるんですね。はい、ですから、明日しかないとなると、自然的にこう。昨日やっとかなきゃということで。まあ、阪神がね、はい、2位のチームの優勢で、こう、ファイナルへ進出っていうことになりますからね。はいはい、DeNAにとっては、
残念な結果になってしまうだけにね。これで、まあ、昨日も結構無理やりに。1-1になりました。はい。まあ、そして明日決着がつくということですね。そしてパリーグなんですけれども、パリーグは土曜日の方、まあ、西武が勝ちました。西武が菊池。知能人が思っているような、働きをしてくれないと、うん、まあ、いろんなことが起きますよね。なるほど。だからまあ、周辺にしてみても、どうしてもこう、福田と比べてしまうと、はい、今シーズンはやっぱり福田の方が、うん、まあ、働きが良かったっていうことですよね、はい、どうしてもやっぱこう周辺にとってサードを守らせるのはどうなのかっていう首脳陣の判断もいろいろあると思うんですけども、うん、まあ、そこでね、今あのフェニックスリーグでセカンドをね、はい、練習をしたり、まあいろんなとこをやって、まあ、出れるとこがあったらまあそれでいいというかね、うん、まあ、どっかレギュラーを取ってほしいなっていうヨネちゃん的な思いがありますね、はいはい、そのまあ、いろんな首脳陣の熱いね思いがあって、可愛いばっかりに期待があるばっかりにという思いももちろんあるんでしょうけれども、はい、そのまあ、伝えられ方というかコメントのされ方としては選手の耳に入った場合ちょっと傷ついちゃわないかなと思うんですけれども、確かにあの新聞とかで、うん、首脳陣のコメントを見るとね、はい、自分のことに対して、うん、批判的なことが書かれてると、いや、そうよ、だから、クソっていう思いはね、あると思いますけどね。例えば直接ねコメントを顔を見て言われていて声をかけられていたんだったらまたニュアンスも伝わるでしょうけれども、万が一そういうことがなくって紙面で初めて知ってしまう場合は結構へこみますわね。ですよね。本当面と向かって言ってよみたいな、ですよね、ところありますね。続いてのお客様です。ボルサリーの大橋さんね、ようこそ。銀城酒をお願いします。緑ママ、今年観客動員数が減った名古屋ドームですが、テレビ中継の視聴率は好調だったようです。ヨネちゃんさん、視聴率がいいのに観客動員数が減っているのは球団の努力が足りないということではないでしょうか。聞いてみます。確かに、生で見るのと、テレビで見るのとね、感覚的には全然違うと思うんですけども、ファンにとって、まあ、今日も負けるから、テレビでも見とこうかとかね。まあ、結局そうかしらね。いや、でもね、やっぱりこう、選手たちはね、やっぱりグラウンドに、球場に来てもらって、声援してもらえることがね、一番の張り合いというか、やりがいを感じるんでね。はい、ぜひね、やっぱりグラウンドに来てほしいなとは思いますよね。いや、今ヨネちゃんさんがおっしゃった通りね、まあ、もし強ければもちろん現地にも行きたいし、テレビの視聴率も上がるって、はい、これ両方だろうけれども、弱い場合は、まあ、チェックどうせするんだったらテレビでいいかっていうことになっちゃいますもんね。ね、勝ってれば見ちゃおうか、うん、そう、まあ、負けてると消しちゃおうかっていう、ね、とにかくだから強ならないかんというに全米選抜チームが試合を行いまして、この中にベーブ・ルースがいたと。すごい、ベーブ・ルース来たんだ、なるみにね。すごいですね。それをかけちょっと鳥肌ものなわけですね。で、このまあ、現在ね、その米鉄自動車学校になってるわけですけれども、なんとその米鉄自動車学校の敷地内には、今も一塁側、三塁側のスタンドの一部が残されていて、一塁側スタンドの下が、教習車の待合所になっているそうです。で、まあ、ですからそのベーブ・ルースも訪れたという。まあ、ですからその、まあ、金庫軍ですね、はい。金庫軍とドラゴンズは前身ではなかったんだけれども、まあ、名古屋という土地からすると、この東海地方でのすごく野球と。すごいですね。野球が盛んだったんですね。本当ですよね。つながりがあって、ゆかりがあって、だからそんな名古屋にある中日ドラゴンズですから、まあ、ぜひ頑張ってほしい。本当そうですよね。結論に至るわけですけれども、はい、なのでこの名古屋金庫軍はドラゴンズの前身ではありませんで、ちなみにドラゴンズの前身球団の名前は大日本野球連盟名古屋協会名古屋軍。長いですね。長。これがドラゴンズの前身のチームだ、ということなんですけれどもね。いや、ですからまあこういうゆかりのある鳴海球場もあったという名古屋、ぜひドラゴンズは頑張ってほしい。本当そうです。ということで、皆様もぜひこのよりどり野球クイズ、野球クイズは来週以降も続きますので、ぜひ皆様こういう問題あるよということがありましたら、ぜひお送りください。採用させていただきました方には、川又さん直筆の色紙、サイン色紙、
はい。プレゼントがございますので、どしどし皆様ご応募ください。そして、今日の5時台、クラブ緑なんですけれども、本日が、まあ一応シーズン終了ということで、はい、本日が、まあオープン最終日ということになります。なるほど。まあ来週からまた仕掛けをね、変えてお伝えしますけれども、まあクラブ緑最終日ですから、あの、お友達のヨネさんにどうぞよろしくお伝えください。了解しました。では、後ほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。名古屋市中区新栄。ここに、月曜日にだけオープンするドラゴンズファンが集まるバーがある。今日もドラゴンズを思うがゆえの愚痴を言いに多くのドラゴンズファンが集う。その名はクラブ緑。あらあら、本日も皆様ようこそ。まずはこれはペンネーム骨休め中さんですね。ようこそ緑ママ、ビンビール。森監督がオーナー報告をして、秋季キャンプでの猛練習を約束したそうです。故障者が続出し、確かに、生で見るのと、テレビで見るのとね、感覚的には全然違うと思うんですけども、ファンにとってまあ今日も負けるからテレビでも見とこうかとかねまあ結局そうかしらね。いやでもね、やっぱりこう選手たちはね、やっぱりグラウンドに、はい、球場に来てもらって声援してもらえることがね、一番の張り合いというかやりがいを感じるんでね、はい、ぜひね、やっぱりグラウンドに来てほしいなとは思いますよね。いや、今ヨネちゃんさんがおっしゃった通りね、まあ、もし強ければもちろん現地にも行きたいし、テレビの視聴率も上がるって、はい、これ両方だろうけれども、弱い場合は、まあ、チェックどうせするんだったらテレビでいいかっていうことになっちゃいますもんね。ねえ、勝ってるは見ちゃおうか。うん、そう。まあ、負けてると消しちゃおうかっていう、ね。とにかくだから強ならないかんというわけです。続いてのお客様です。あらあら、これは、お粘土お姉さんね、ようこそ。みかんのお酒お願いします。これはみかんのお酒ですよ。緑ママ、某ドラゴンズ応援番組でね、森監督が今年のルーキーを5段階で評価していました。柳投手は1、京田選手が4と結構厳しかったわけ。監督としては一応ルーキーの森監督、ヨネちゃんさんの5段階評価ではどうなりますか？聞いてみます。ああ、これおっしゃっていただけるのかしら？これはヨネちゃん的にもやっぱりね、1か2でしょう。お、厳しい。森監督？監督。あら、厳しい。いや、やっぱりね、昨年までヘッドをされていた方が、今シーズンから監督されて、はい、やっぱ立て直しっていうかね、やっぱこう、強いドラゴンにしてくれるっていうところでは、ちょっとこう、裏切ったのかなっていう気がしますけどもね。あ、なんか、トークの皆様からも拍手が聞こえてくるような気がいたしますけど、まあこれどうなんでしょう、まあ、森監督もいろいろな思いが終わりでしょうけれども、ね、まあ、監督自身もやっぱ今シーズンの反省をするべきところはたくさんあると思うんでね、選手だけではなくね、はい、なるほどね。続いてのお客様です。あらあら、これはドンチンカンチン木村ちゃんさんね、ようこそ。緑ママ、ノンアルコールビールお願いします。そういえば今日はここのところ全部女性のお客様です、うん、嬉しいわ。緑ママ、長嶋さんの安打記録を意識しながら最後の2試合ノーヒットに終わった京田選手、プレッシャーもあってかなり疲れていると思います。その上、稲葉ジャパンに選ばれてまだ試合があるなんて、ヨネちゃん